1946年から1947年にかけての冬は欧州にとって限定であり、とりわけ英国に影響を及ぼした。1947年1月21日以降、英国は複数の寒波に見舞われた。この寒波によって英国では大規模な雪の吹き鉛りが生じ、道路や鉄道が遮断された。石炭供給はただでさえ、 第二次世界大戦以来低水準にあったが、発電所への石炭供給が困難になったため、多くの発電所が燃料不足で操業停止を余儀なくされた。政府は国内電力供給を1日あたり19時間に制限し、工業用電力供給を完全遮断するなどの消費電力削減措置を導入した。さらに、ラジオ放送は制限され、テレビ放送は停止し、 一部の雑誌は発行停止を命じられ、新聞はページ数を削減された。これらの出来事は国民の意欲に悪影響を及ぼし、燃料動力大臣、エマニュエル・シンウェルがスケープコートにされた。彼は死の脅迫を受け、警察の警護下に置かれなければならなかった。2月末に至ると供給が停止し野菜が地中で凍結してしまうとして、食料を不足も懸念された。 3月中旬になると、英国に暖気が訪れ、国中に積もった雪を溶かした。この雪解け水は、凍土を流れて、まっすぐ河川に向かい、大規模洪水を引き起こした。10万以上の土地が影響を受け、軍や、対外援助初機間は、人道援助の提供を余儀なくされた。寒波が収まり、地表の雪が溶けるにつれて、天候の問題は収束していった。この冬、 英国産業は深刻な影響を受けた。この年の工業生産は約10%減少した。穀物とジャガイモの生産は10から20%落ち込み、羊の4分の1が失われた。与党労働党は支持を失い始め、1950年の選挙では多数の議席を保守党に奪われた。英国はポンドを4.03ドルから2.8ドルに切り下げたり、 超大国の地位から転落したり、対戦で荒廃した欧州への支援策である、マーシャルプランを受け入れたりしたが、これらの一員もこの原当にあるとされている。他の欧州諸国への影響も深刻で、ベルリンでは寒さと上で150人が死亡した。オランダでは内政が混乱し、アイルランドでは企業の創業停止が生じた。エマニュエル・シンウェルカン冬の影響は、 石炭供給の減少など、エネルギー部門の諸問題によって悪化した。石炭産業や電力産業は、クレメント・アトリー政権によって直近に国有化され、燃料動力大臣、エマニュエル・シンウェルの統制下に置かれていた。シンウェルは増産の取り組みを監督したが、石炭が十分供給されないことへの懸念があった。石炭備蓄は、大戦前には10から12週分の通常、 供給量が存在していたのに対し、今回の冬が始まった頃には4週間分しかなかった。しかしシンウェルは全国単行労働組合から受け取った生産性についての楽観的すぎる報告書に安堵するという失態を犯した。だが実際の生産はこれらの報告書の通りにはならなかった。これは組合委員の欠席率が 戦前の2.5倍というありさまであったナムと争いのおせ、石炭不足のリスクが生じたことから国民は家庭用熱源確保のために電気ストーブを購入した。これにより結果的に電力供給に大きな歪みが生じた。1946年の電気ストーブによる毎月の電力需要の伸びは発電量の毎年の伸びとほぼ同じであった。 シンウェルは1946年10月中旬、石炭不足の恐れがあるとの警告を受けたが、断頭となって電力消費量を低く保てる方にかけた。彼は鉱山労働者と対立する危険を犯したくなかったのである。今回の冬は1946年12月と1947年1月の2度の寒波によって始まったが、 最も寒い時期は1947年1月21日まで始まらなかった。寒波の主因は1月20日からスカンディナビア上空に止まっていた高気圧であった。この高気圧帯は大西洋各地で低気圧の発達を妨げ、これらの低気圧を英国の南方に押しのけて強い東風をもたらした。この東風は英国全域を通過して発達したが、 これに先立ち東部イングランドと南東イングランドに雪を降らせた。この寒波は継続し、1月30日にシリー諸島は7インチの雪に覆われ、エセックスのリトルにおける夜間気温は低、摂氏20度であった。イングランドとエールズで1月に記録された最高気温は摂氏14度で最低気温は低、摂氏21度であった。 2月3日の英国上空の低気圧東風は2月になっても続き、当月は統計上最も寒い部類の月となった。急天問題では、摂取5度を超える気温はこの月には記録されず、また、夜間気温が摂取0度を超えたのはわずか2回であった。全国的に記録された日照時間は平均の半分以下であり、急天問題では2月2日からの20日間に、 日照は全く記録されなかった。2月20日、ドーバーオーステンデカンのイギリス海峡を渡ったフェリーの便は赤氷のためにベルギーの海岸沖で停止した。一部地域では2月の28日間のうち26日間に渡って降雪があった。ベッドフォードシャーのウォーバーンでは2月25日に気温摂氏21度を記録した。その結果、 鉄道は細かい粉雪の吹き溜まりの影響を強く受け、300本の主要道路が通行不能となった。数百の村が孤立した。不評はイーストアングリア沖でも見られ、海上輸送を危険にさらした。この寒さは燃料問題を悪化させた。坑道や貯蔵庫内の備蓄石炭は固く凍結して動かせなくなった。道路が使えなかったり、 石炭を積んだ75万両の鉄道貨車が雪に閉ざされたりしたため、備蓄石炭はしばしば利用不能に陥った。発電所に燃料を運ぶための懸命な試みがなされ、石炭船が嵐や霧や氷の危険を犯して目的地へと向かった。英軍及びポーランド軍の部隊とドイツ人捕虜、計10万人は手作業で線路の除雪を行った。にもかかわらず、 多くの発電所が燃料不足による操業停止や出力削減に追い込まれた。英国海軍はブラックカラント作戦に着手し、ディーゼル発電機搭載の潜水艦を用いて沿岸の町や造船所に補助電力を提供した。シンウェルは石炭消費量削減に向けて動いた。業界への電力供給を完全遮断し、全国的に 国内供給を1日あたり19時間に減らした。この結果、国中の工場が閉鎖を強いられ、失業手当請求者は最高400万人に上った。非常に多数の人々が解雇されたが、社会不安はほとんどなく、大規模な大衆暴動もなかった。テレビ放送は完全に停止し、ラジオ放送は減少し、一部の雑誌は発行停止を命じられ、 新聞は4ページに削減された。食料配給は第二次世界大戦以来続いていたが、戦時中よりも低い水準に削減された。これらの措置は石炭消費率削減にほとんど寄与しなかったばかりか、国民の意欲減退につながった。シンウェルの施策にもかかわらず燃料供給は不十分なままで国内の広範囲にわたって停電が起こった。バッキンガム宮殿や 議事堂、ロンドンの中央電力庁の職員ですら、ろうそくの明かりによる勤務を強いられた。また、ソ連やアイスランドの代表との通称会談は、照明も暖房もなしでの開催を余儀なくされたが、皮肉にも、議題の一つは英国からの石炭輸入であった。国民は、燃料として用いるコークスを受け取るために、ガス工場で列を作る羽目になった。当時コールタールから製造されていたアスピリンの、 供給も不足し、養鶏場では数千羽の鶏が寒さで死に公共交通機関のサービスは燃料節約のために縮小された。シンウェルは一般大衆の指示をますます失い爆弾脅迫まで受けた。このため彼はトゥーティングの自宅内で4人の警官による警護を受けなければならなかった。にもかかわらず彼は鉱山労働者らの間では依然として高い支持を えていた。このため、彼を罷免した場合に労働葬儀が生じるのを恐れた。政府は、罷免に慎重であった。2月27日には、海の荒れ具合が改善した。100石を超える石炭船が何とか発電所で荷を下ろし、燃料危機器が緩和した。この期間中の配給にもかかわらず、食料を不足が懸念され、いくつかの予防策が取られた。これは、野菜や、家畜や、 配達車両に及ぼす寒さの影響による。政府はスノックの普及キャンペーンを開始した。このキャンペーンは大失敗であった。この魚は国民の口には合わず、在庫は結局猫の餌にされた。冬の根菜の多くは地中に凍結して収穫できず、一部地域では根菜収穫のために空気ドリルが用いられた。7万トンのジャガイモが霜でダメになった結果、 初めてジャガイモが配給された。英国上空を3月10日に移動する暖気3月4日から5日にかけて豪雪が降り、多くの国々に吹き溜まりを残した。スコットランド高地では深さ7メートルに達した。3月5日には20世紀の英国で最悪のブリザードの一つが発生した。またも食料供給は雪で閉ざされた道路の影響を受け、一部地域では 警察が雪で立ち往生した運送トラックへの立ち入り許可を要請した。3月10日、7摂氏10度の暖気が英国を横切って南西から北に移動し始め、低地に積もる雪を急速に溶かした。こうした長い減灯の後も地面は凍ったままであり、大量の表面流出が発生して、広範囲にわたる洪水につながった。暖気が北方に押されたため、さらなる降雪が降った。 3月14日、ダラム郡ティースデールのフォレストにて居住地に降った雪の過去最新となる83インチを記録した。3月15日には発達した低気圧が大西洋から到来し豪雨と強風をもたらした。これは過去300年間で最も降水量の多い月の始まりであった。3月16日、風は平均50ノットに達し、 90ノットの突風も吹き荒れ、イーストアングリアの堤防は破れた。その結果、100平方マイルの土地が浸水し、多くの木々がなぎ倒された。テムズ川トリー川は、ロンドン市内で氾濫し、ウィンザー自治区の土木技術者、ジェフリー・ベイカーは、テムズ川の代わりが1、2本にあれば対処もできるのにと、語った。3月18日。 海への排水を大潮に妨げられて増水したトレント川はノッティンガムで土手を決壊させ、水は2階の高さに達した。氾濫は3月20日に、イングランド西部では収まったが、東部の河川の水位はなおも上昇しつつあり、ホーフ川、ダーウェント川、エア川、ウーズ川は、ウェストライディング・オブ、ヨークシャー内の土手をすべて決壊させた。セルビーでも大きな被害があり、 家屋の70%が浸水した。10万以上の土地が洪水の影響を受け、陸軍は特に揚水発電所その他の発電所における洪水の拡大を防ぐために働いた。徴用された陸軍工兵隊は乳児を抱える家庭に牛乳を配給し、オーストラリア赤十字社はグロスターにて支援を行った。カナダの人々はサフォークの村々へ食料小包みを送った。 オンタリオ州首相ジョージ・エドルーはこれらを自ら配給すると申し出た。洪水は約1週間続き、一部の水域では収束までにさらに10日間を要した。検討は英国産業に長期的影響を及ぼした。1947年2月までに英国ではすでにこの年の工業生産が10%減少すると推定された。 さらに3月の洪水の影響で被害額は2億5000万から3億7500万ポンド増加した。農業は特に深刻で穀物とジャガイモの収穫量は過去2年間に比べて10から20%減少した。牧用業者は飼育頭数の4分の1を失い羊の数を回復させるのに6年を費やした。現当は政治にも影響し食料や 電力の供給を維持できなかった労働党政権を国民は信頼しなくなった。例えば2月11日に開催されたメアリー・チャーチルの結婚式の際、彼女の父であるウィンストン・チャーチルは群衆の喝采を受けたが、首相クレメント・アトリーはブーイングを浴びた。大衆の不評を買ったエマニュエル・シングエルはスケープゴートにされ、大人職から外された。 にもかかわらずこの言党は1950年の選挙の際に労働党がチャーチル率いる保守党に多数の議席を奪われた一員とされている。軍備と新たな国民保険サービスと戦後復興に対する大規模支出のために GDP の15%が使われるという財政支出が過重であった時期に言党の影響は訪れた。このことは通貨の安定性を損ね、 外貨準備に最適の通貨としてのドルの出現と相まって政府によるブレトンウッズ肯定化はセレートの大幅切り下げにつながった。これは英国が超大国の地位から衰退する上での大きな出来事であった。英国は自国民を食べさせることにも難儀する状況で、また大戦で欧州が荒廃したためでもあるが、これは米国が欧州への関与を深め、 英国や大陸への援助のためにマーシャルプランを断行する原因ともなった。加えて、原動は何千人もの英国人が移住した理由とされている。この年の冬は1963年の冬に比べれば総じて慣例でなかったが、降雪はより多く記録された。ソリで食料と焚き木を運ぶ3人のドイツ女性原動は他の多くの欧州諸国にも影響を及ぼした。 類似の寒冷気と降雪は中央やバルト地域南部の多くでも見られた。オランダのアムステルダム近郊に位置するデビルトでは1790年以来最悪の冬となった。英国北方の高気圧のため通常ならば英国を襲ったであろう。大西洋低気圧の一部は南へ押し出されて地中海海域へと向かい、このためポルトガルやスペイン、フランス南部では 比較的温暖なままであったものの、通常より多量の雨が降った。例えば、ジブラルタルの2月の降雨量は9.3インチで、これは平均の3倍であった。この結果、フランスでは、北部で国間に、南部で豪雨に見舞われた。この冬、第二次世界大戦からの復興途上にあった、ベルリンでは、寒さで150人が死亡したほか、食料不足が生じた。オランダでは、 学校が休校した。コペンハーゲンに石炭を運ぶ貨物列車はボートに襲撃され、アイルランドでは企業の操業停止と国内ガス供給の制限を余儀なくされた。ありがとうございます。